三田康則は日本の作曲家、編曲家。山口県熊毛郡熊毛町出身。ゲームミュージック、アニメ、テレビの音楽を主として活動する。姉の影響により5歳からピアノを習い始める。高校時代に映画に熱中し、その頃見たイタリア映画、鉄道員の音楽に感動する。これが音楽を志すきっかけになったという。高校卒業後上京し、 ミューズ音楽院、コンポーザーアレンジャー専攻に進学。在学中、ウルフチームにアルバイトで入り、FM 音源で音色を作成していた。ミューズ音楽院卒業後、1992年に、スクウェアに入社する。ファイナルファンタジー V、聖剣伝説に、ロマンシングサガにほか、様々な作品のサウンドエンジニアとして、効果音などを担当した。そして1995年に、 クロノトリガーで作曲家デビューし、その後はガンハザード、ゼノギアスなどの作曲を担当した。1998年6月にスクウェアを退社し、同年7月よりフリーとなる。以降、マリオパーティ、クロノクロスなどのゲーム音楽の作曲を担当する。一方、原文名のシングル躍動純子のアルバムのサウンドプロデュースやオムニバスアルバム、 ゲームのアレンジアルバムにも参加するなど、活動の幅を広げ始めた。2001年11月、フリー以降の個人事務所であった、プロキオンスタジオを法人化すると同時に、インディーズレーベル、スレーベルズを立ち上げ、自身の手掛けたゲームサントラなどを、主に発売している。2002年2月、ナムコより発売の、ゼノサーがエピソード愛、力への意志において、 ロンドンフィルハーモニー管弦楽団を起用し、現地でのフルオーケストラレコーディングを観光する。同巻きシングル CD、心テーマフロムゼノサーガエピソード愛は、洋楽オリコンチャート第1位を獲得する。同年9月には、台湾から世界各国に向けて発売された PC ゲーム、ザセブンスシール第7封印で作曲を担当した。それらの楽曲は、現在スレーベルズレーベルより、 セーリングツーザワールドとして発売中である。自身のオフィシャルサイト上での通販のみの販売であったスレーベルズレーベルの商品はそこでの約2年間の売上実績を買われ2004年4月よりソニーミュージックディストリビューションのメジャー流通により一般の CD テント及び各種インターネット通販での販売が可能となる2005年5月には初のオリジナルアルバムとなるキアールイトが 同レーベルより発売され、同年11月より、プロキオンスタジオの取締役に就任している。また、キアール伊藤を題材とし、2006年3月に、劇団、アンドエンドレスの手によって舞台化された。2008年10月5日から、テレビアニメ、稲妻イレブンの音楽なども手掛けるようになり、2009年夏には、自身の手掛けたボーカル曲を集めた。 カラーズ・オブ・ライト・ミツタ・ヤスシテン・ボーカル・コレクションをスレーベルズから発売した。2010年、機動戦士ガンダム・00ボイス・アクター・シングル・中村、ユーイチ・カム・ワクロス・グラハム・エーカーの作編曲を手掛ける。アーティストのプロデュースも行っていると語っている。2010年12月23日から公開の劇場版、稲妻イレブン最強軍団王が襲来の音楽も,も手掛ける。 全国二百二十九スクリーンで公開され、二千十年十二月二十三日、初日で、公衆二億五六百五十一万5、七百円、動員は二十万九千九百十七人を記録し、初週土日二日間で、公衆二億円を突破し、映画観客動員ランキングで、初登場第二位となった。二千十一年から二千十二年の間、カナダのフィギュアスケート選手、 ケビン・レイノルズが、黒のトリガー、黒のクロスの楽曲で、フリープログラムを演じるなど、世界的に、三田康視点の名が知れ渡る。2014年7月、富山、新潟で行われた、アイススケートショー、ファンタジー、オン・アイス2014で、安藤美希選手が、サラオ・レインが歌う、ビリオン・ド・ザ・スカイで演技を行い話題となる。2014年9月24日、三田が、 多くの楽曲を担当したアルバムセラが発売され、同年10月6日付オリコン週間ランキングのクラシックアルバム部門で1位初登場をマーク。iTunes ボーカルアルバムでも1位を記録している。プロデューサーとしても力を発揮する。2017年12月13日に配信開始となるファイナルファンタジー XV の追加コンテンツエピソードイグニスで、 ゲストコンポーザーとして音楽を担当。フルスノスクウェア・イニックス向けでは、クロノクロス以来18年ぶりの作品となった。2018年4月7日、4月8日、マイハマアンフィシアターにて、ゼノギアス・ゥエンティース・アニバーサリー・コンセール、ザ・ビギニングザ・エンド・をマイナスが開催される。ゲストとして、ボーカリストのジョアン・ホック、アイルランドのコーラス対、アニューナを呼んでの、 全4公演は満席となり、約1万人以上のファンを魅了した。制作葬式を務めながら演奏もこなす、ミ田タヤスシテムの手腕がいかんなく発揮されたコンサートとなる。2018年5月23日、2017年12月1日に、任天堂株式会社から発売された、任天堂スウィッチ。 ゼノブレード2本編に使用された全105曲を CD5 枚組に収録したオリジナルサウンドトラックを発売した。三田康ヤス支店に加え、作曲人としては ACE、e. 平松賢治、清田真奈美を迎えている。また、アイルランドのコーラスグループアニューナや、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、ブラティスラバシンフォニークワイアをはじめとしたミュージシャンが多数参加した。 ゼノブレード2オーゴンの国イーラの作曲では、人間の複雑な感情を表現するのは打ち込みでは、なく生楽器が向いていると考え、アコースティックにこだわったと述べている。2019年7月4日、スペインのマラガで行われた、マズマムービースコアマリガ2019、インターナショナルフェスティバルにおいて、最優秀作曲賞、マズマアワード2019を受賞。 2021年7月23日、東京オリンピック2020の開会式の選手入場時にクロノトリガーの音楽、カエルのテーマとロボのテーマが使用される。タイトル後のカッコ内は、発売年、対応ハード。下段は説明、関連 CD 作品。プロキオンスタジオは1998年7月にフリーになった時に個人事務所として設立した時から使用している。 名称である。その後の2001年11月、当時制作中であったゼノサーがエピソード愛のサウンドチームのメンバーを中心に有限会社として法人化したのが現在の姿である。法人化当初は三田洋子が取締役であったが、2005年11月からは三田康則自身が取締役に就任している。また、音楽ソフトウェア開発を主軸とする。 株式会社でチューンの取締役でもある。音楽や効果音などの音響制作が主な事業。全社挙げてサウンド全般を担当することも多い一方、逆に効果音のみを単独で担当することもあり、すべてが三田康典の音楽を中心とした事業展開ではない。その他一般消費者向けに以下の事業も展開している。ありがとうございます。